新しい知識、今の最先端の技術を、他大学にはない大きな大変数のものを音にするチャンスが常にある。オンライン上でレッスンすることは可能です。どうぞ気軽に申し込んでみてください。こんにちは、東邦音楽大学音楽創造の主任の大塚です。今日は東邦音楽大学の作曲を中心にやっている音楽創造の学科の案内をさせていただきます。よろしくお願いします。最初にですね、僕の弟子なんですけども、去年卒業した学生の作品を2つまず聞いてみてください。それではどうぞ。アニメーションのための音楽とか映像についた音楽というのは卒業後すぐに職業として結びつくとても大事なテクニックだと思っています。もちろんそういうことをやるために、ただそれためだけの勉強をするんではなくてですね、クラシックの本道といいますか、和声楽、大砲、その他オーケストレーションの技術、そういう王道の技術はきちんと伝えています。ただ単に聴きやすい音楽を作っているわけではありません。それはやっぱりきちんと彼らに伝えて教えようと思っています。そういうものを踏まえた上でないと、たとえそういうジャンルの作品を書いたにしても、上ついた雑っぽいものになってしまうんですよね。もう1年生に入った時にまずノートパソコンを持ってくださいと言ってるんですけど、ノートパソコンを片手に作曲のレッスンに彼らは来ます。そして先生と今週はこんなのを書きました、どうも聞かせてごらんと言うと、そこから音源が流れるわけです。その音源のクオリティを上げること、そして譜面をどうやればきれいに書けるか、そういう譜面作成のノウハウも一つずつ丁寧に教えていきます。そうじゃないとですね、今は昔と違って、例えばドラマの音楽を作るにしても、作曲家が一人で譜面を作って、昔だったら譜面を作って渡して、そして録音スタジオに行って演奏者を集めて指揮者が来て、とても一日がかりで録音をするって大変な作業、もちろんコストもかかったんですけども、今はそういうものを発注されると、作曲家は個人のスタジオで自分一人で音源作成までやって渡すということが多いんですよね。ハリウッドでもそういうスタイルです。ですからそういう技術がないと、これからはメディアの世界ではやっていけないと思っています。そういうものを、そういう仕事をちゃんとやってる人を講師に招いています。そういう正確な正しい知識、今の最先端の技術を伝えようと思っています。でそれを補完するために、クラシックの正しい知識、本格的なハーモニーの工夫、体制律の作り方、そういうものを裏付けとして、積み重ねていく、そういう指導をしています。さて、じゃあここでそういうクラシックな要素、
そう積み重ねたらどういう作品を書くかということで、また一人の、学生の作品をお聞かせします。では聞いてみてください。どうでしょうか、室内楽で生演奏で自分の作品をこういうクラシックのスタイルで、しかもその人の個性が出るようなそういうものを発表させています。うちの大学の音楽創造の大きな特徴でもあるんですけども、譜面を書いて音源を作成するだけではなくて、1年生の時には試験そのものがピアノ曲なんですけども、演奏試験といって音にして試験をしています。で2年生の時に室内楽を書くんですけども、それを3年生の時に学内演奏会という場で生演奏演奏させています。4年生はオーケストラや吹奏楽を書くんですけども、まあ、これらはなかなか音にするチャンスは難しいです。ただでトライアルコンサートというのがありまして、各専攻から1人選ばれるんですけども、作曲家もそれに選ばれればトライアルコンサートというところでオーケストラ作品を音にすることもできます。というふうに各学年で作曲して書いたものを全て生演奏で音にする機会チャンスがあるということなんです。このことはとても大きな特色だと思っています。自分の書いたものを音にする、その時に演奏者と集める、そして練習に立ち会う、自分のイメージを演奏者に伝える、この作業は作曲家にとってとても大事な作業です。人とコミュニケーションを取ることも必要ですし、友人関係も大切になってきます。でこれはとても大きな作曲家の学生の財産になると思っています。クラシックの正しい知識、本格的なハーモニーの工夫、体制律の作り方、そういうものを裏付けとして、積み重ねていく、そういう指導をしています。いろんな他の専攻の学生とコミュニケーションに乗る、友達になる、自分の曲を演奏してもらう、そのことによって自分の書いたものをイメージを人に伝える能力が養われます。これがとても大切な要素だと思っています。他大学にはない大きな大変数のものを音にするチャンスが常にあるということです。そんな風に着実に音にすることによって自分のテクニックをステップアップしていくことはできます。もちろんその中で最初にお聞かせしたようにアニメーションの好きな学生がとても多いです。実際にああいうあのアニメーションは今自由に割れると画像を手に入れることができるので、それに音楽をつけてみる、そして映像ですね、好きな映像、あの今回最初にお見せした映像は学生自身があの映像も作っています。非常にその辺のクオリティは高いものを売ることができます。そんな風な勉強と自由な発想の場を大切にしながらやっています。ところでですね、ウェブオープンキャンパス、いつでもウェブキャンパスみたいな形で木曜日の4時からなんですけども、詳しくは今こう案内が出ますのでそれを見てください。ここに書いてある通り木曜日の4時から5時半の間ですね、受付をしたいと思っています。希望者はですね、広報の方に電話をくださればこちらからコンタクトを取ってオンライン上でレッスンをすることは可能です。どうぞ気軽に申し込んでみてください。それではこれで僕の案内を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。